さあちょっとですねここで今お話伺っていこうと思うんですけれども、あでもせっかくですからちょっとタイガさんと小田切さんに今の臼田さんのコメントを聞いてどういうふうに感じられたかも聞いてみようかと思いました。はい、タイガさんどうですか、そういう大人のこう忘れられない人の存在とかいう話を今されてましたか。今ちょっとぼっとしてました、うん、僕もあんまり聞いてなかったんで、聞いてない感じがしました今でもあんまりそんなに興味なさそう。いやいや忘れられない、すいません、はい、わかりました、じゃあなかったことにということでではちょっと共通質問をしたいと思います。かぼちゃとマヨネーズは主人公土田が恋人誠一と元彼萩尾の2人に揺れ動く恋の物語です。そこでキャストの方々にお三方に聞かせていただきます。皆さんにとって好きすぎてどっちが選べない、まあどっちが好きか選べないっていう状況ですよね。この二者選択どういうこう2つなのかっていうのを言っていただきたいんですが、好きすぎて選べない2つは一体何ぞやということですね。では臼田さんからお願いします。私はこれ難しいですね、1週間休みがあったらずっと家でゴロゴロしてるか海外に旅行行くかって言われたらどっちもすごいしたいので、もう家から出ないのとか全然苦痛じゃないのでその2択はすごい悩みます。はい、すっごい両サイドの2人がうなずいてますけれども、よかった、同感ですか。いやこの質問ってすっごい難しいんですよ、うん、何を言う2人は言うのかなと思ってたんですけど、うん、もう一番の答えが出ちゃった気がします。そうですね、これ以上のあれない気がしますね、うん、ない気がするそうやってみんな答えなしにしましょうかいやいやいや、みんな求めてますよね皆さんね、聞きたいですよね同じ答えにならないようにお願いいたしますよ、はい、タイガさん、はい、お願いします。どっちがいいかってことですか、はい、この2つの選択、そのゴロゴロするか自分の中の、あ自分の中ですか。そうですね、ま、じゃあうーん異性とデートに行くときに白シャツで行くか白 T で行くかで僕はその白 T の、楽さも好きなんですね。どっちかって言ったら白 T な自分が好きだけど、まあちょっとそういう意味でもなんだろう、異性とデートするって意味でも、まあ、品も備えた方がいいかなと思うとやっぱ白シャツの方がいいんじゃないかな。でもちょっと気取っちゃってる自分も、まあ、でも嫌いではないっていうところでちょっと悩むかなっていう感じですね。監督は今白 T に本日着替えていただいて、うん、先ほど違ったのでシャツだったんですよね。僕ちょっと T シャツ3種類あるんで3つのなんかどれにしようか迷ってるんですけど、えどういうことですかマイクをします。これとこれと、あ全部切られてるバックプリントなんですけどこれ映画のコラボでまさか今私3枚着てるとは知りませんでしたいやこれは原作の奈良さんのアニメーションとか一枚脱ぐとちょっとやりすぎなんで、まあ、そしてあと映画の ね、僕だからこれどれにしようか迷ったんで、まあ、全部着とけばそのまま帰れるかなと思って、ね、もらって帰ろうかな3つ選べないというすごいちょっとびっくりすることがありますけど、でも宇田さん今のタイガーさんの話を聞いて白 T と白シャツは宇田さん的にはどちらがいいですか。どっちでもいいですそうですよね、結局どっちでもいいですもんね、服装ってことではない、はい、いやでもその気持ちはいいと思います、うん、迷う気持ちはでも実際はどっちでも、でも じゃあ T シャツでお願いしますじゃあ T シャツでということででは小田切さんはいかがでしょうか。いろんなパターン考えてきたんですけど、ここで一番ベストな答えがちょっと見つからず、気になってることがあって、その2つのものに関してリンスなのかコンディショナーなのかがちょっとよく分かんないなと思って、まあどう呼んでいいかが選べないっていうことでいいですか。すいません、やめようかな、これじゃないかな、違うバージョンあるんですか。違うバージョンもあります、はい、大人なんでね、はい、大人なんで大人の方向でいきますやっぱりごめんなさい、なかったことにしてもらってちょっとやり直しますね。
賃貸がいいのか売買がいいのかがもう本当に大人すぎる、大人すぎるでしょ、大人すぎるこれ多分永遠のテーマなんじゃないかなと思うんですよ。多分皆さんもねそう思ってんじゃないかな。まあ理解いただけると思います。ちなみに他のバージョンってあるんですか？他のバージョンはね好きすぎてでもないんですけど、大阪のお好み焼きなのか広島のお好み焼きなのかっていうのもまあどっちなんだろうなと思って、さすが大人でございますよね。たくさんのバージョンをお持ちでいらっしゃいますよ、うん、内田さん。はい、どれがいいですか？いやでもでも確かに私もコンディショナーなのかリンスなのか、あどこで変わったんですか ね、リンスって今聞かないですよね、うん、そうそう、でもリンスですよね。トリートメントは何なんですか？またさらに上なんじゃない？上なんですか？そのトリートメントはその先じゃないですか？その先なんだ。ネクストステージですか？映画の話にはもう戻れないんですそうですじゃあ片手板にマイクをお願いいたします。それでは最後に主演の臼田あさみさんからご来場の皆さんにメッセージをお願いします。あ、本日は短い間でしたがありがとうございました。これから見ていただくということですが、この映画の、この作品の中の大事なメッセージでもある私たちのこのありふれた平凡は本当はとても壊れやすくてなくさないことは奇跡って本当に思いました。きっと思ってもらえるんじゃないかなと思います。最後まで楽しんでってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をもちまして舞台挨拶は終了します。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。では富永監督からお進みください。ありがとうございました。富永監督ありがとうございました。